我哋邀请汤浅证明导演上台先啦。Let's give a big hand to Mr. Masaki Yuasa。咁我哋今日咧嘅主持人咧就系资深动画师卢子英先生，同埋我哋今次活动嘅策划人冯庆强先生。而今日幫我哋做即時傳譯嘅咧，就係 Peggy 小姐。好，咁我跟住落嚟咧，就唔阻大家咁多時間啦。我將支麥咧交俾兩位主持人先。Hello 各位，咁我講少少開場白先啦。咁啊，講下呢個活動嘅肇因。咁點解會請咗湯淺先生過嚟呢？咁其實我想搞一個同動畫有關嘅工作坊，或者一啲請日本動畫家過嚟做一啲交流咧，都諗咗好耐嘅。咁而最主要原因我都有接觸做動畫嘅嘢啦，又識好多做動畫嘅朋友，或者都會識一啲一路學習緊動畫或者入咗行嘅年青人啦。咁我自己會覺得大家都可能受制於好多創作上面嘅框框，咁我覺得湯淺證明係一個比較特殊嘅例子，可能可以做一啲破格嘅交流，即係究竟佢嘅經驗喺邊咧，或者嗰、那個創作嘅方向，或者擺脱一啲掣肘嘅方式，會唔會有一啲嘢可以大家可以學習到或者交流到咧？咁所以我即係呢個活動嘅原本嗰個諗法係咁嘅。咁就所以希望今日我哋會有預咗一啲時間咧，係大家做一啲 Q&A 咧。咁如果有興趣或者都會諗到一啲問題想發問嘅，記住到時就踴躍一啲。咁就阿盧生開始先啦。盧生預備咗啲問題㗎啦，已經。大家好嚇，首先或者趁呢個機會啦，我恭喜啊，再次恭喜啊！湯淺導演咧，佢攞到係佢嗰套《人魚之歌》咧，係即係去年嘅作品咧，係攞到嚇 Luno 得啊，就攞到法國安錫國際動畫節嘅大獎嚇，係 Crystal Award。咁嗰個係即係一個最即係全世界動畫嚟講係最高級嘅榮耀。咁呢個係再一次趁呢個機會係。恭喜你嚇！咁俾啲掌聲。Thank you, birthday。はじめまして、Hello。Came from Japan. I'm Director Yuasa。はい。何でしょう。よろしくお願いします。啱啱同啊導演用英文佢介紹自己啦，佢係湯淺證明導演啦，請各位多指教嘅，係。咁我諗即係啱啱大家睇完 My Game 啦，咁應該即係啲震撼應該都仲喺度嘅嚇。咁其實即係我諗由 My Game 開始，趁呢個機會，雖然我哋今日其實唔係好多時間咁，但係即係都希望可以藉住呢個機會去攞到一啲有用嘅資訊，幫到我哋喺動畫方面嘅創作咁樣啦嚇。首先。點解 mind game 咧 ？mind game 本身係好一個好 minor， 其實幾 minor 嘅漫畫嚟嘅。咁係湯淺監督睇中自己嘅作品，要將佢改編咧，抑或係點樣樣咧？其實開始係。マインドゲームの原作の書かれたロビン一さんの漫画がすごく制作したスタジオの 4°C で人気がありまして、すごくみんながすごいすごいって言うんですけど誰もやりたがらなくて僕にやれみたいな感じで僕がやることになりましたね。咁啊，呢個漫畫原作嘅呢位作家咧，喺佢哋個 studio 本身都相當之受歡迎嘅，咁所以啊，導演咧就即係希望啊，等我嚟啦，咁樣就選擇咗去做呢一套漫畫嘅即係動畫版啦，咁樣。すごく自由な漫画で、本当天才的な漫画家の、ロビンさんの、もうすごく面白かったので。もうやっていいなら自分で
やってみようと思いました。咁啊，導演覺得呢位漫畫家本身係一個非常之自由啦，同埋一個好天才型嘅一個漫畫家，同埋佢嘅漫畫都相當有趣，咁所以都好希望將呢套漫畫可以改成動畫咁樣嘅。で、すごくラフな漫画で下書きをしないで描いていたという話を聞いたんですけど、下書きをせずに描いていたすごくラフな、ラフで勢いのある漫画なので。当時アニメーションの業界にデジタル化が進んできて、デジタル化が入ってきて、すごくラフな感じっていうのを、アニメーションの工程はきれいにしていく工程なので、ラフに作るのがすごく難しいので、いろんな手法を使って雑多な感じに、見えるように作りました。咁大家都見到啦，呢套動畫本身係一個比較用啲比較 rough、比較草嘅一啲筆觸去即係去演繹嘅。咁當時其實嗰陣時嘅動畫，即係嗰個年代嘅動畫，都係比較即係啱啱進入呢個 digital 嘅年代啦。咁其實咧即係大家做嗰啲分鏡係比較精細咁樣，好少會做到好似咁咁 rough 嘅一個感覺嘅。反而要咁樣做咧，係更加係有難度嘅，係啦。我想問一下，其實是決定了即將 My Game 拍成動畫，導演 最想表現的是哪一樣東西呢？即譬如說是漫畫那個原作的故事的精神，抑或是一部分的一些場面，所謂即譬如說是 Love Scene， 抑或是 Car Chase 的動作場面，抑或是在最後在鯨魚肚裏面逃生的場面，那哪樣東西是吸引他製作這個作品先呢？漫画で言うと、漫画ですごく面白かった部分が2つあって、1つは、おじいさんの登場シーンですね、神様のシーンっていうのが素晴らしくて、ほとんど流れは漫画のままですね、とても神様がはっきりした形ではない、見た人の思うようになっているっていう形が素晴らしい感じだったので、そのままやっていますね。もう一つ漫画で面白かったシーンでは、ロビン西井が偉い漫画家になって、子供たちに優しくするっていうシーンが子供たちにいろいろ指南するっていうシーンがあるんですけど、そこがすごく面白い、最後の方でロビン西サイン会ってあるんですけど、それを見に来た男の子たちのシーンが未来のシーンであるんですけど、そこが、すごく面白かったんで、それはそのまま、ロビン、西が漫画家になった、偉い漫画家になった時のイメージですね、それをもその作家さん自分の、そうですね、それも流れはほとんど原作のままですね。そこがすごく面白かったので、あとは原作よりも地に足を少しつけた感じにしたくて、少し、そうですね、そうですけど、カーチェイスのシーンとか、最後の海を走って脱出するシーンとか、カーチェイスなんかにも力を入れましたね。咁佢話原作漫畫裏邊咧有兩個地方都係好有趣嘅。首先係個主角阿西，
他遇上呢個神的時候啦，即係佢俾射死咗，然之後見到神的時候，咁當時個神的形象都是非常模糊，轉嚟轉去，因為他自己都不確認應該是一個咩形象。咁其實他都是忠實地跟翻個漫畫原作咁去做翻出嚟嘅。咁另外一度咧就係講即係啊主角其實都是想做漫畫家噶嘛。咁其實他都覺得是同呢個原作者嘅一個即係係一個對照嚟嘅，即、就、係、是、一個係佢我原作者嘅將佢投射落去咁樣嘅，咁就係啦。咁此外頭先所講嘅仲有呢、這個即係、追逐場面啊，同埋最後嗰幕即係鯨魚由鯨魚肚嗰度逃出嚟嗰幕都係佢都會有用咗力去放落去去做嘅咁樣。都有嘅，想問一下入邊有好多加埋相片嘅 mix up 啊嚇，有好多風格上邊其實係。即係佢特登有啲唔係好好，即係唔係話要全部變到一樣嘅，突然間都會跳嚟跳去啦。呢樣嘢係咪又係試用結合相片啊？或者會拍一啲真人咁夾落去動畫度，係咪一開始已經係即係佢原本做呢樣嘢嘅一個諗法，定係話做做下即興我諗落去嘅咧？からそのアニメを作る前にも決めたかそれとも作りながらこれも入れてもいいかな。そうですね、実写を入れていくっていうのもいろんな絵柄を作っていこうっていう中に入っていて、リアルなアニメーションシーンをとかリアルな人物を描くっていう絵で描くっていうのが割に無意味に思えていて、リアルに描くなら本物を使えばいいじゃないかっていうふうに思うところがあって、それで、情報量が多いものとして人の顔とか、自然現象で実写を使っていますね。実際の人でそれ先に。そうですね。でキャラクターも実写を撮れる人ってことで声の出演者の方を選びましたね。咁佢就即係希望喺個動畫入邊加入呢啲咁嘅真人嘅樣啦，因為佢覺得就咁畫咧冇乜意思，咁所以其實佢都專登去揀咗一班咁樣嘅人去即係再拍一次咁樣再加入佢，因為你真實嘅樣咁、那個資訊量係唔同噶嘛，同你比起畫出嚟嘅時候，咁佢再可以表達到更多嘅嘢。拍先定係畫畫下拍翻轉畫完之後，不如我又再拍啲加落去啊？定係做之前影已經諗咗，然後拍咗先咧？まあ絵コンテを描いてこれを実写で撮りたいってことをイメージしながら絵コンテを描きましたね。例えばこれはもう魚を使ってやろうと思って、イメージしながらやっていきましたね。だと近所で買ってきた魚なんで鱗ももう取られてしまってるんですけど、でこれは声を出してる俳優さんたちの、顔を使ってますね。もう左の人なんか40近かったんですけど、アニメーションで加工するとすごく若く見えるので、そのまま行ってますね。講翻張宇先，佢其實呢路畫嗰個分鏡嘅時候就會即係有個 image， 跟住就再之後再拍咁樣，好似頭先嗰條魚咁啦。另外就係即係呢一幕就係即係佢選嘅一啲演員嘅一啲鏡頭啦。其實左邊嗰、那個即係阿主角咧，其實係一個已經係40歲嘅男人嚟㗎啦。咁但係即係改咗之後就即係睇落好似好 young 咁樣啦，係啦，其實都四字頭嘅，嗯。これも綺麗にはめるんではなくて、なんか違和感ある感じに、なんかコラージュっぽく入れてるなっていう風なイメージです。で、背景的には、最初の方は実写の写真を撮って、それを歪めて、わざと見えないように線でタッチを入れたりしてますね。咁其實就即係佢特登，即係佢唔係 key 得好完美咁樣噶嘛，特登係有啲違和感咁樣咧，即係好似 collage 咁樣去做出嚟啦。咁同埋佢係特登即係都捽蒙咗個人個樣，即係等到佢唔係真係咁清咁去夾翻落個動畫入邊咁樣。
建物なんかは先に工程を切ってしまったので、それに合う建物を探すのが大変でしたね。咁其實畫完咗個分鏡先再去揾啲嘢真實嘅嘢去配合翻，其實都幾辛勞嘅呢個工作都係都幾沉重。係。たくさんの焼き鳥屋さんを回ったんですよね。で、こういうふうにバーが長い焼き鳥屋さんを探して写真を撮りました。都揾咗好多人去一次過去幫佢揾咗好多呢啲咁嘅嘢，係，所以都係一個好艱辛嘅工作。そうね、提灯も黙って撮ってたら怒られましたね。なんか提灯の写真を黙って撮ってたら、あの店の人から怒られましたね。哦，係係，仲要唔出聲影相俾人，係咯，即係免俾人鬧啊嘛，係。誒，即係作為第一套長片啦，嚇，即係《麥鏡》係佢第一套嘅擔正嘅長片嚇。咁成個製作嘅模式，即係個起碼嗰個手法上係好，我覺得即係好自由奔放啦，即係。嚇，即係好多唔同嘅風格啊，或者係手法係撈埋一齊。咁其實日本當時啊，喺2004年嚟講，真係唔多嘅呢種咁嘅手法。有冇人即係有冇人有唔同嘅意見咧？即係譬如話係即係頂唔順，或者唔應該係唔同風一套戲應該個風格統一嘅喎。即係有冇咁嘅意見咧？當時？そうですね、あの当時は自分の感覚としてはデジタルが入ってきて、あのゲームなんかのアニメーションが、24コマ36コマでもアニメーションが作られてて、それがあのそれまでのフィルムに比べてすごく違和感があったんですよね。なんか作り物のようなあの奇妙な感覚がして、でも世間の人はそれをそんなに気にしてないっていうのをあの感じていたので、多分いろんな作り方をしてもみんなは気にしないだろうっていうふうに僕は思ったんですけど、アニメーションファンの人は結構気になったみたいですね。なんかあまり絵が変わることがあまり好きではない人もたくさんいるっていうのは分かりましたね。咁其實呢條片都有好多個好短嘅短片咁樣夾埋出嚟，咁所以佢有好多唔同嘅 style， 有34段咁樣嘅片咁樣啦。咁反而出嚟個即係嗰個評價係大家都即係覺得都接受到喎，咁又令導演覺得嚇，似乎大家都個接受能力都係即係又喺度。反而一啲好動畫好專嘅粉絲們就反而會比較在意呢件事咯，係咯。即一般睇電影嘅人就可能即係俾佢嘅 feedback 都唔係話咁介意，係咁跳呢件事。因為我睇即係我當年睇《麥鏡》，就即係呢種咁嘅做法，即係咁嘅即係製作方式，咁即係好唔同風格可以組成一個長片。其實諗翻起日本嘅動畫嚟講，真係唔多咯。咁我嗰陣時一諗就諗到手重自重嘅 Cleopatra。佢裏邊又係埃及妖後，70年代嗰套，佢裏邊又係好大膽，即係又係好多風格擺埋一齊。咁但係嗰陣時應該唔係好受歡迎嘅，即係嗰種方式。我唔知啊，即係我好直接就有嗰個感覺。咁其實係我覺得係可以玩嘅咯，應該係咁自由嘅咯。動畫其實就係、是、嚇。同じように飛び出してな感じで作られましたから、こういうふうなすごい自由奔放なスタイルがすごく気に入っています。ありがとうございます。これからもそうですね、あのデジタルが使えるようになって、あのすごく自由にできることがあって、でヨドシって会社が割とあの自由に作らせる会社で、あの小回りも効いたので、
多分それまでスチームボーイをあの四戸市で作っていて、それと大友さんが他の会社で自分たちの会社で作る時になった時にベテランのスタッフがいなくなったので、すごく若い人の集まりに当時四戸市がなっていて、スタジオ四戸市ですね、だからみんなすごく楽しんで写真をどういうふうにはめ込むかとか、写真の素材を動画の素材をどうやって撮るかとか、そういうことを楽しんでやっていました。アニメーターも紙に鉛筆の腹がで書いたものをそのまま取り込んでタッチを取り込んでいくとか、今だと当たり前ですけどそれまではできなかったんですね。だからそれを割と楽しみながらやっていました。因為當時其實都喺你 studio 入邊都好多即係好後生嘅新人咁樣啦，大家都即係即係好自由地去創造一啲嘢，甚至佢哋當時仲會有啲人係即係就咁用鉛筆畫完，跟住直接 skip 去，可能改少少嘢咁樣就可以即刻直出喺動畫上面啦。咁當時即係而家可能覺得嚇咁好常見啫呢個咁樣做法，但係當時嚟講係一件即係啱啱踏入 digital 嘅世界，咁就好少有呢件事情發生嘅，咁大家都做得好開心咯，係即係好有創意咁樣，大家都好自由地。作為監督，即係湯淺監督，佢點樣同啲即係工作人員溝通咧？一般嚟講。そうですね、僕もこれは長い作品が初めてだったんですね、それで短いショートストーリーだとバックストーリーとかいらないと思ってたんですけど、こういう長編になってくるとやっぱり一人一人にバックストーリーがいるなって、思いまして、でじいさんとそれぞれの世代の違いを出したかったので、アニメーターの人たちにもアイディアを出してもらって、年の近い人によってその人の年表を作っていって、どの時代にどうシンクロしていったかっていうのを出して作っていきました。だそれが時間を感じさせる感じがしたので、全部冒頭に入れてるつもりだったんですけど長すぎると思って、で冒頭でチラッと見せて同じことを最後に見ると違った見え方をするっていうのを観客と一緒に体験できるような、構成にしました。とにかくアニメーターさんたちとアニメーターさんの、ね、そうで監督が絵を描くと嫌がるんですよ、アニメーターは。なんか宮崎さんたくさん描いてますけど相当みんな我慢してるんですね。たくさん直すとじゃあお前描けよってみんな言うんですよね。で俺は描かないみたいな。だからあまり描きすぎないでなんとなくみんなを誘導できるように、やっぱり伝わるのはやっぱり絵を描くことなんで、ラフでもやっぱり絵を描いていく形でみんなとコミュニケーションしていきました。そしてラフに書いてきちんとは書かない感じですね。好長啊，点算啊？睇先啊，因為咧佢覺得呢一個咁嘅故仔啦，即係咁多個角色啦，其實即係每一個人都應該有一個唔同嘅 backstory 喺後面噶嘛，係咪？咁所以其實佢會同啲 animator， 即係 animator 本身都有唔同年紀啦，然之後佢哋都會因此對每一個角色提出唔同嘅 idea 啦。咁佢會建議嗰啲 animator 去諗下，喂，其實呢個角色個即係佢成個人生嘅視表應該係幾多歲發生咩事，幾多歲發生，即係 list 曬出嚟。咁去設定嗰個角色啦，即係就算嗰條片係會去，即係之後會 loop 翻同一個場面嘅，但係佢即係可能同一件事，但係唔同心境嘅，已經有一啲唔同嘅事情發生啦。咁佢個設定本身背後做得好仔細啦，係咁。然之後咧就因為其實以佢所知，導演都通常唔多畫畫噶啦，咁啊
係啦，咁啊，宮崎駿導演就比較畫多啲啦嚇。咁啊，但係佢都盡量即係都，因為佢都本身導演都好中意畫畫嘅，咁但係佢都會盡量壓制自己，唔好畫咁多啦嚇。咁啊，盡量去誘導佢嘅同事們去繼續咁樣畫。咁佢哋都會之間都會用一啲草圖去溝通咁樣。咁都幾正路啫，即係以畫會友，全部都係因為始終動畫就係 visual 嘅嘢啦，咁變咗。そうですね、一生懸命言葉で説明するんですけど、それはあの結果を見ないとみんなわからないんですよね、僕が何を考えてるかって。だから何度も一緒に仕事してくれる人は分かってくれてるけど、初めての人はわからないので、それは書いてちょっと騙されたと思ってこれでやってみてって、これでできるはずだからっていうふうに説明してやっていきます。係，咁啊，始終係啦，都即係用説話嚟講，咁我好似結果都唔係即係咁明白咁樣，即係但係同即係可能同一般人講嘢，可能都溝通到嘅程度，但係同 animator 嘅話，就可能真係要用即係畫面去即係用畫畫嚟去溝通，會比較即係真係直接啦，係啦。想問一問咧，有一啲地方我即係好深印象嘅，譬如我記得我第一次睇嘅時候咧，睇 My Game 嘅時候，應該仲係做緊即係電影特技各方面嘅工作，咁啊好震撼嘅，即係第一次睇。咁我諗最主要有一個原因就係咧，覺得佢嗰啲做 background 啊，做好多嘢嘅方法咧，其實係好 raw 嘅。咁咧當時有個感覺咧，就係睇日本嘅 animation 咧比較少見到咁樣啦。咁啊，又即時諗咯喎，究竟係同係咪同 budget 有關咧？即係我意思，當然風格以外啊，係咪咁樣會快啲嘅咧？咁然後跟住咧，另外一個問題就係咧，我好少見到 animation 咧用咁多剪接噶，因為佢要做大量嘅素材。所以我都喺度諗，咦又唔係喎，佢用咗好多錢做咁喎，好似即係好多材料喺度喎。咁其實呢個動畫喺對你嚟講，當時係即係譬如可能喺個 production 嘅 scale 嚟講，屬於邊一種程度咧？就或者吃唔吃力咧？嗰個工作量。製作費ですか？まあ高くはないですね。製作成本唔係好貴嘅，係。でもそれはすごく安く作ってるというわけでもない。都唔係好平咁整出嚟嘅。まあ少人数で割と2年近くやっていたと思いますね。佢以少人數地做咗大概兩年到啦，呢套係。我因為唔記得咗個 credit 嘅人數，大概幾多人到啊？當時。最終的にはみんな稼働してるんですけど、コンテが上がるまでは一人でやっていて、で多分その後でも作画も1年ぐらいです。コンテは4ヶ月ですね。で作画が1年かかったのかなぐらいですね。ですね。佢分鏡嗰度一個人做咗四個月啦，係啊，咁啊作品本身就即係啦，用咗一整年時間去畫咗嗰個動畫。啊，明白。講開分鏡，其實就即係湯淺好一個好強烈嘅風格，就係佢用嘅 lens， 我覺得係即係除咗構圖之外，就用嘅攝影機嗰個鏡嗰、那個鏡 lens， 譬如 wide angle 啊，或者佢個 camera 擺嘅位置啊，咁都係好獨特嘅。嗰、那個影響係嚟自邊度嘅咧？其實係咩成個視線啊，嗰啲咧，全部都係好獨特嘅。そうですね。あまりこの頃は思い浮かんだものもそのまま映像にしようと思っていたので、あまりこう落ち着いて見やすいっていうことはあまり考えてなかったかもしれないですね。其實佢都係睇完，佢覺得係咁樣，佢都照就咁照佢自己個腦裏邊諗乜就照做，都冇乜特別話咩度啊、性啊，或者係係啦。佢一諗到直接係點，佢就照咁樣做咗出嚟。多唔多睇真人嘅電影嘅咧？其實啊，導演。そうですね。
アニメーションも好きですけど、あの映画も好きだったので、実写の映画も好きだったので、いろいろ参考になるところがありますね。はい、はい、あ、例を挙げるといいのかな。あ、そうですね、あのこの形が好きっていうんじゃないけど、好きな作家いろいろいますね。あの小さい頃は本当僕ブライアン・デ・パルマのカメラワークが好きで、そうそうそう、バレンパルマ、そうそう、でスピルバーグのかっこいいカットアレも好きだったし。咁當然佢都中意動畫，亦都中意真人電影啦。咁佢誒細個嘅時候就好中意一位叫做 Brian Palmer 嘅導演係嘛？演員啊，導演，導演係。まあいろんな映画を見て、あのアニメーターだった頃は本当ビジュアルの面白い映画っていうのをたくさん見ていたので、多分それにもいろいろ影響されていると思いますね。アニメーションもお話が面白いやつで絵が面白くできてるやつ、絵がよくできてるやつを見ていましたね。あの実写映画でもストーリーが面白くなくても絵があの綺麗なものを見ていましたね。でアニメーションも、お話が面白いものよりあの絵が綺麗なものをあの学生の頃は見ていた。綺麗というより面白い、よく動かしてるあのアニメーションビジュアルの面白いものを見ていましたね。はい、咁佢都參考咗好多即係真人嘅電影，即係除咗古仔本身有趣之外，咁佢 visual 都係即係好出色啦。咁動畫之中亦都係啦，即係亦都係參考咗好多即係古仔嗰即係畫面可能構嗰個分鏡構圖係有趣嘅一啲作品咁樣咯，係啦，都參考咗好多作品嘅咁樣以往嘅睇過嘅。咁其實睇翻即係湯淺導演嘅作品嚟講。暫時嚟講，即改編的作品是多過 原創的作品的，即改編我意思是指改編小說啊，或者改編漫畫咁樣，即由 My Game 開始。咁你會即佢會唔會覺得係即改編有個有係咪有啲優點咧？即譬如話可以好好隨便揀一啲即現成係可以。將佢改成一套好好睇嘅動畫，咁唔使自己去諗一啲原創一啲嘢。あ、そういうわけでもないんですけど、あの昔はオリジナルの方が、あのストーリーを作る勉強になると思っていたので、常にまあ自分も出せると思っていたので、オリジナルの方をやりたいと思ってましたけど。今はあの同じぐらいに考えていますね。オリジナルができればいいけど、できなくても原作を作ることにも大変あの面白みを見出しているっているというか、あの漫画のとか小説とかのとか舞台とかをアニメーション化するときに、その媒体の違いをどうやってあの落とし込むかってことにあのすごく興味がありますね。あの職人的な生きがいを感じますね。其實都唔係話唔想做原創作品嘅，即係其實可以有原創作品就當然有就當然想出啦。咁但係其實在這之前都想做，即係將呢個作品發改編都係有佢有趣嘅地方啦。即係無論漫畫、小説，咁就將佢變成一個舞台劇或者動畫都好。咁其實都係即係對佢嚟講都係有趣嘅，同埋即係有作為職人嚟講都係有做嘅意義咯，係。通常改編是即點樣決定去改咩作品？是全部是導演的意思，抑或係有冇啲係即係大家係傾一些合作？即係嗰點樣改編？監督嗰陣時，自分で決まっていますか？どの作品を改編するのか、それともみんなと一緒に話し合って出した結果ですか？とりあえずあの決めるときは自分で決めますね。あの。まあ、やって面白そうなものっていうのはまだあのできるかどうか分かんない間でもあの原作がある場合、例えばあのデビルマンでもなんか作るの難しそうだなって思ってもなんかそれをやることに価値がありそうだなと思ったら、多分
なんかうまくやれるだろうと思って、受けてやりますね。なんか最初都是由导演自己去决定啦，即系例如佢之前做嗰套 Devil Man 咁样啦，就即系即系感觉上咦呢套嘢要动画化都似乎有啲难度喎，咁样即系系啦，即系会觉得有做嘅价值，咁佢就通常会选择嗰啲作品去改编。昔はよくできた作品をアニメ化する必要ないと思っていて、ピンポンでもデビルマンでも漫画が面白いなら漫画読めばアニメ化する必要はないし、アニメ化する同じような面白い全く同じにはできないので、わざわざそれをやる必要はないと思っていたんですけど、また少し違うけどアニメーションでこういう形でも面白くできるっていうのを楽しみながらやっていますね。即係好似頭先所講啦，《Devil Man》也好，《冰崩》即係佢做過《冰崩》也好啦。咁其實佢漫畫原作本身都已經相當好啦，相當出色啦。即係其實似乎都冇乜必要去將佢轉成動畫化嘅必要啦。但係其實可能用動畫去呈現嘅話，可能會出咗一個即係另外一種唔同嘅趣味出嚟嘅。咁係啦，即係有做嘅價值咁樣啦。我自己都覺得即係湯淺版嘅改編係。全部都是很成功的作品，可以这样说。彼女的アニメバージョンはすごく面白いと思います。少し答えてもありがとうございます。いや、是很難的。我覺得其實是難しいと思います。開発する作品を開発するのは大変でございます。ああ、そうですね。まあ、絶対文句は言われるんですけど、でも自分ではできてると思っていますので、あるちょっと違う形にはある程度ものはできてると思っています。佢都覺得係有難度，不過佢都覺得做得以呢一個時間，即係用呢一個咁樣嘅時間成本係去做到，已經係做到都 OK 啦。咁佢都覺得。事後頭先我聽到話，以呢樣嘢改起上嚟有啲難喎，所以就有改嘅價值啦。即係難做係都係一個誘因嚟喎，即係起碼過癮係咪？因為難就挑戰性。そうですね。多分デビルマンとかドロロっていう漫画はすごく面白いんですけど、多分流れが一本の作品ではない流れになっているので、それを一本の作品っていうのは多分非常に難しいし。やっぱ漫画で読んだものと、アニメーションで見るものを同じに作ることは難しいから、多分そのままやっても同じようには受け取られないので、作り変えて同じような印象を与えるふうな作り方をしなきゃいけないと思うので、その辺が難しいですね。やっぱ見た目が変わるとみんな変わったっていうので、でもこれは本質を伝えるために変えてるんですけど、それは一般の人にはわからないことなので、そういうのが難しいと思いますね。はい。咁啊，即係要用佢變成即係一個漫畫變成一個動畫，已經係一個即係相當難嘅地方啦。因為即係本身漫畫同動畫本身都已經係唔同嘅媒體啦。咁即係要睇完漫畫嘅人對即係睇翻個動畫都要有翻同一個印象嘅，似乎都係即係一個好難嘅事啦。咁所以佢喺呢方面都落咗好多功夫嘅。咁即係一般人未必會看得出這些東西，但是其實他都即會務求大家有對作品同一個印象，看完個動畫版之後。そうですね。だから言われたように、だからやってやるぞっていうのは、まあドロロも、そうですね、デビルマンもそれまでの映像化が割と失敗していることがとか途中で終わっていたことが多かったので、でもこれならできるぞっていうふうなのを見せようと思う気持ちがあるんですね。なんか、僕はできるぞみたいな。途中で終わった作品もデビルマンはあるんですね。途中までしかない作品もあるんですよ。ビデオなんですけど、途中までしか映像化しないで最後までやってない映像化もあるので。まだ出してない。いや、もう出てるんですけど、シリーズで出て途中で終わっちゃったんですね。
因為 Devilman 係咪都有啲係即係畫到途中冇斷咗尾嘅一啲作品咁樣嘅？咁其實係咯，即係都要 keep 住一路做落去，咁先至可以有一個即係係咯，即係有成個完成品可以製到出嚟咯，咁樣係咯。その映像化のことに関して言えば、例えば舞台劇があるとして、で舞台劇を映像化するとしたら、一番リアルな映像化は舞台をずっと映していることなんですけど、でもそれだと映像にならないんですね。やっぱり見てる人は勝手に寄ったり引いたり、なんか見たいとこを聞いたり、自分でカット割りをしてるんですけど、それは一人それぞれ違うので、やっぱり映像化するときにはフィックスでずっと舞台を撮るっていうふうにはできないわけですよね。そこでやっぱり誰もがそのままだと思う形には絶対できないので、やっぱり選択する必要があるんですね。難しいから。如果用即係舞台的話，即係喺一個舞台上面表演的話，大家可以換轉不同的角度。但係畫面是一個定死咗嘅角度嚟噶嘛？咁佢要點樣去選擇嗰啲畫面，就變咗係非常重要咯，係啦。そうね、ちょっと。そうね。で、小説で一番難しいのは絶世の美女って書いてあると、みんな勝手に絶世の美女を想像しているので、具体的に書いてしまうと。やっぱそれも違うんですね。因為睇小説，譬如睇小説咁樣啦，讀者會自己去想像個畫面係點樣咁樣噶嘛。但係即係如果你睇套片嘅時候，就係你直接俾個畫面人哋去睇嘅時候，咁就係咯，即係你去選擇個畫面。それで四畳半神話体系では絶世の美女って書いた人は顔が光って見えないっていうふうにしたんですね。顔が光って見えない。なんか描かないことですね。顔を描かないことで想像してっていうふうにしましたね。マインドゲーム。それは四畳半神話体系ですね。なんか畳ギャラクシーですね。佢之前有一套動畫係咪叫做四疊半神話大廈啊？神話大廈。裏邊我死冇睇過添。嗰個動畫係裏邊係有一啲畫面係專登唔畫個樣出嚟啊？定點啊？係咪點啊？係，咁啊係咯，即係反而唔去畫去呈現嗰樣嘢出嚟，等大家睇嘅時候有一啲想像嘅空間咁樣，係咪？因為嗰個本身係小説嚟嘅嚇，咁其實都即係要改編，都可以有好多方向咯，可以咁講咯嚇。咁佢嗰個系列其實好成功，可以咁講，因為本身嗰個原作即係心境燈未現啊。那個原作其實是那個文學根底很豐富，而又那個想像力是很豐富，即是文字已經是可以給到很多即空間，但是你要做到一個很有風格的動畫演繹呢，其實是真的挺難，我覺得，但是就我覺得是 很成功，可以這樣說。嗰個其實係咪會好困難咧？即係譬如講到，作品話比較難的是，那個小説要開篇是的，也可以，小説的內容消化する方は、やっぱり難しいですね。それはマインドゲームじゃなくて小説ってことで、そうですね。でも一番大事にしてるのは自分の読後感ですね。映画とか。原作がこうできてるっていう見た目の出来上がりではなくて、自分が読んでどう思ったかってことをアニメ化しようと、基本的にはしようとしていますね。なんか主要都是看了個小說之後，然之後即不是即照字搬字咁樣搬曬個作品個意思出嚟啦。主要是即佢睇完之後。有啲咩感想？導演自己有咩感想？咁佢會即係點樣放翻落去？點樣去演繹翻個問題咯？係。意外とやっぱり読んだり見たりするものって自分の中で勝手に作ってる部分があって受け取ってる部分があるんですね。特に自分から能動的に読む
読むものとか見るものっていうのは。だから意外とみんなバラバラなので、最終的にやっぱり自分の読みでいくしかないなというふうに思っていますね。なんか。咁當然導演自己睇咗之後，亦都會即係佢自己會放啲嘢入去喺呢個作品入邊啦。即係係啦，即係究竟佢接受啲咩咧，吸收到啲乜嘢咧？咁當然每個人睇嘅時候都有啲唔同嘅感覺嘅。咁導演會自己擺翻佢自己嘅一啲睇法落去。嗰、那個平衡係做得好咯，我覺得啊，即係原作係可能即係有啲好，有啲你知有啲觀眾好、一定要堅持原作噶嘛，即係你有少少改動佢都唔滿意噶嘛嚇，點樣去滿足翻即係嗰樣嘢，其實都幾難嘅講真。ありがとうございます。自分基準ですね。だから自分が分かりにくかったところはやっぱり分かりやすくやろうとしたりしますね。でも分かりにくいところがいいと思ってる人はやっぱりそういうのはいらないと思うんだと思います。咁佢覺得難，即係佢多謝先啦。咁即係個作品難明嘅地方，佢都盡量想用啲容易啲嘅方法令到大家去明白嘅。咁即係有啲地方佢都即係經過省略咁樣就亦都冇放落去，咁佢從中都有啲選取咁樣。咁講翻去 Adventure Time 依個係點樣發生嘅咧？依個合作 Cartoon Network 係。怎樣找你，怎樣找導演 去拍這座其中一集？キックスターターをやって、クラウドファンディングをやった時に、海外の人からも、海外のバッカーもたくさんいたんですけど、その中にアドベンチャータイムのスタッフがいて、それをアメリカでキックスターターやってたプロデューサーが知って、アドベンチャータイムではゲストディレクターっていうのをその前にもやっていて、話として岩瀬で一本作るのはどうだっていうふうなのを聞いてもらって、向こうで、全然あれじゃないかってことで決まってやることになりましたね。そのゲストディレクターは割とすぐアドベンチャータイムとは柔軟な形で、逆にゲストディレクターね、いつもと全然違う形でやってほしいみたいな希望があって、すごく自由にやらせてくれながらフォローもしてくれるっていう形でやっていました。でもちょっと難しかったのは、僕はアドベンチャータイムのスタイルがすごく気に入っていたので、なんか全く違う形にするのも難しいので、そこら辺が、なんですかね、中途半端というか、なんかちょっと違うみたいな感じになっていると思いますね。咁就係佢喺一個叫做 Kickstarter 嘅網站嗰度咧，就認識咗呢一個Adventure Time 嘅一啲即係工作人員，就 producer 啦。咁咧就被邀話，不如導演，不如你試下嚟做一集好唔好咧？咁樣就被邀請做咗呢個 guest director 啦，咁樣。咁其實同即係佢都覺得呢、一個即係整做呢一個動畫嘅時候，即係係即係俾咗好大自由度佢，即係好自由地可以做到唔同嘅嘢咁樣。但係因為導演太中意 Adventure Times 啦，所以就即係要整一套完全同佢。本身不是很一樣的，即要用完全不同 style 去做一套 Adventure Time， 即對他來說都是真的有點難度，他覺得做到即有點本身坑的樣的一個感覺。其實挺好看的，即雖然得啊，很喜歡，我也喜歡，但是我也喜歡，我也喜歡，因為很難的，其實因為呢他即很短，十分鐘左右，但是已經是看到即裡面有即除了是保留 Adventure Time 本身的味道呢，那也都裡面有一些很獨特的一些 romance 的感覺啦，又有 action 啦，又有一些即很大的題目，生存死亡，即一些這樣的大題目都塞下去一個十分鐘的短片那裡，其實是 很難的，我覺得是。いろんな話が入っ
ありがとうございます。Thank you, Dodge。すごく作ってる最中楽しかったんですね。作ってるスタッフも多分楽しかったと思うんですけど、一月ぐらいカートネットワークの、スタジオに入ったりしてたんですけど、とても雰囲気が良くて、上のペンさんはじめスタッフやスクリプターの方とかもすごく優しくというか、まあ、自由にしながらいい環境で仕事をやる楽しさみたいのがありましたね。係咁誒，佢都做呢套動畫嘅時候，佢都覺得好開心，真係好好玩啊咁樣。咁佢都相信一齊整嘅 staff 都應該覺得好好玩嘅咁樣。咁佢都去過一次 Con Network 嗰個 studio 啦，咁啊氣氛好好啦，裏邊嘅人都即係好好，即係好好令俾佢哋有一個俾導演有一個好自由嘅，即係做嘢可以自由嗰啲啦。咁啊，佢所以個關係都真係好好嘅。でもそれも多分全部のカートネットワークの作品がそうではなくて、それは彼らが面白いものを作って人気が出て勝ち取ったものだと思ったので、それもすごくいいなと思いました。環境を勝ち取ったんですね、なんか作り方とか。咁其實都應該唔係即係佢哋都係即係カートネットワーク都係即係出名的作品就可以咁樣去做一啲咁樣嘅即係咁樣嘅 project 啊，所以即係可以同佢哋建立到一個好良好嘅關係，佢都導演都覺得好好嘅咁樣。其實亦都係差唔多時間嗰陣時開始 ，Science Saru 依間公司係咪都係咪差唔多時間成立嘅咧？そうですね。同時期に設立されました。それまでウニョンさんと事務所のような形でやろうというふうに考えていたんですけど、設立するにあたって2人のアニメーターが一緒にやろうというふうに言ってもらったので、それではスタジオにしようってことで、ワイミタもいるのでそのアドベンチャータイムもすごく受けやすくなりましたね。嗰陣時係當時做緊呢套嘢嘅時候，就係成立呢個Science Salu 嘅時候啦。咁當時都亦認識咗直下嘅呢位車神，韓國人士，成立咗呢間公司啦。其實依間公司幾特別嘅，即係差唔多山沙路開始，咁就其實個即係湯淺導演嘅作品就即係頻密咗，咁同埋係最明顯嘅就係話係 fresh 嘅運用啊，即係好大量嘅運用。因為 fresh 我諗大家即係做動畫嘅都好熟悉，即係一個好容易處理嘅一個 software， 但係咁大量去運用，同埋係即係又係寫長片而得到一個好特別嘅效果咧，其實係我諗係得 Science Salu 先至係即係係咁樣做法嘅。咁呢樣嘢我都想問一下，即、就、係、是、Fresh Animation 呢個技術，即係會有啲咩？即係其實仲有咩發展咧？或者係咪真係而家係好適合喺日本嘅動畫裏邊去運用咧？咁樣？多分技術はどんどん変わっていって、アプリケーションもどんどん変わっていくと思うんですけど、このアドベンチャータイムの何年か前に一緒に来た2人 の, アニメーターというのは2人ともフラッシュアニメーターだったんですね。そのフラッシュアニメーターとの出会いはその数年前に、ウニョンさんが監督で開発していたなんかプロジェクトがあって、その中で参加していたフラッシュアニメーターたちで、僕もそこにスクリプトで参加していたんですけど、そのパイロットの出来がすごく良くて、
僕はそんなアニメーションができるなら日本でも、なんかディズニーのようなあのクオリティ高い 2D の作品ができるんではないかと思っていたんですけど、そのプロジェクトがなくなったので、でもいつか彼らと一緒に仕事ができるといいなというふうに思っていて、彼らがやってきたので、やってくるならそういうスタジオの形で、作っていきたいと思いました。まあ、それで長編アニメーションが作れるといいなというふうに思いました。咁佢就話喺做 Adventure Time 之前幾年前咧，就認識到兩位 Flash 嘅 animator 啦。咁當時係因為佢哋就一齊做一個 project 嘅。咁其實即係佢覺得嗰個 project 即係做得好好啦，一路加好好啦。咁就直至到即係，但係呢個 project 中途係 stop 咗嘅。咁佢都希望有機會都可以同翻呢兩位可以一齊去再做翻啲 Flash 嘅動畫啦。咁呢一個就係佢哋 studio 成立嘅一個即係叫契機啦，係啦。手書きのアニメーションで自分でスタジオをやることは全く考えられなかったので、でもフラッシュならスタジオをやれるかもと思いました。それはすごくコンパクトにいろんな業種をやれるので少ない人数でもコンパクトに作品ができるんですね。だから少人数でもやっていけると思いました。で特に、線が綺麗で滑らかな動きっていうのがすごく僕はフラッシュを使っていといいなっていうふうに思いました。係，咁佢就即本身佢就冇諗過話要做一個手繪動畫嘅 studio 嘅。但係如果你話 Flash 嘅動畫咁啊，又似乎都 OK 想做喎，咁樣即係以一個最少人數、最 compact 嘅一個即係狀態之下去做動畫，咁都唔錯啊。咁樣同埋用 Flash 嘅話，可能可以即係整啲好誘惑嘅線條出嚟，咁樣即係希望喺 Flash 嗰度可以表現到呢啲咁樣嘅。日本の作品は大きいスタジオがあっても割と仕事の分野が細分化していることがあって、絵を描いてビットインは別の会社でやって、中割りは別の会社でやって、でまた色を塗るところは別の会社でやって、でまた撮影は別の会社でやるっていう、割と発注していろんな会社を回して作るような感じがあるんですけど、それが割と今もそうですね。でもフラッシュでやるとコンパクトにそれができるんですね。全部のセクションを持っている大きな会社もありますけど、全部の人に全部仕事が行き渡るのは難しいんで、なかなかそういうふうにはできないんですよね。でも大きくなくてもフラッシュなら少人数で最後までコンパクトにできるっていうのが、いいと思いました。咁一間大嘅 studio 可能都有唔同嘅部門啦，即可能你分鏡或者諗嘢有另外一個部門啦，咁你畫嘅人有另外一個部門啦，咁但係你用 Flash 嘅話就可能即可以一個公司可以即做曬咁多咁樣嘅嘢，咁變咗即其實。就算是大公司，就算你裏面有很多個部門，但你始終都是一個很大的公司裏面，就是分了很多很多個即不同的部咁樣咯，係咯。但係佢而家咁樣就可以即一次過很 compact 咁樣做到呢件事啦。我相信係即唯有是用咁嘅製作方式，才有可能好似舊年咁可以一次過一年出到兩套長片。而且個水準都是即係好高質嘅作品。そんなにすごく早くできるってわけではないんですけど、1年に1本順番に作ってるような感じです。それも、まあ、スケジュールが落ちたら全部フラッシュってわけではなくて、ルーは全部フラッシュなんですけど、ヨルワは7割とかぐらいがフラッシュで3割は手書きになって、まあ、デビルマンみたいなシリーズだと半分ぐらいがフラッシュで他は手書きになっていると思います。
それでもやっぱりリテイクとかはフラッシュだとやりやすいので、それにある程度、能力のある人がやるとシーンというかカットの内容を持ってくれるのでリテイクもやりやすいんですね。リテイクも前手書きだったらいろんな会社を回して全部リテイクしていくんですね。で直して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 、あ、やっぱ違った、もう一回直して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 っていうことがフラッシュだとこういうふうにしといてっていうと大体そういうふうになって上がってきたりするので、そういうリテイクに関しても一人でやってるってことがすごくいいことになっていますね。咁其實又唔係一年出兩套咁多嘅，咁佢都係按照計劃一年出一套咁樣啦。咁而亦都唔係話套套都係用曬 Flash 嘅，例如呢、這、一個呢、這個夜短夢長咧，大概係七成都係 Flash 嘅。OK， 咁就嗰個 Lunada。Lunada 就係全部都係 Flash 嚟嘅，咁啊惡魔人咧就係一半係 Flash 嚟嘅啫。咁啊，其實都會容易依賴個 Flash 嘅，因為其實如果你話你平時做動畫，你有一咩嘢要改，可能你就要揾其他人去改，咁就可能不斷咁去改，要揾其他人去改啦。但係你 Flash 嘅話，可能你要改一個鏡頭嘅話，其實你自己一個人都可以搞得掂啦。即係你整咗個鏡頭出嚟，其實都差唔多係咁啦。所以就變咗即係去 retake。一幕的時候就會容易啲處理咯，即係用 flash 的話。我問多最後一個問多一個問題，咁然後我哋試下 open 個即係 Q&A 俾大家有興趣可以討論下。不過我自己就睇嘅時候咧，我覺得平時睇 flash 嘅動畫咧，其實佢嘅作品咧係生氣多啲嘅。即係嗰啲線條嘅生動嘅程度係比起其他 Flash 嘅動畫豐富好多。即係有種咧手繪，仍然係 keep 到有一種手繪嘅味道喺入邊。當然你知道係 Flash 嚟嘅。まあそれは僕が監督したっていうよりもやっぱり二人のまあ特に。猿のフラッシュアニメーターたちの能力で、まあ、特にチーフフラッシュアニメーターだったハンマットさんとアベルさん の技術が高いってことだと思いますね。咁即係咁呢一樣都要多得佢哋即係公司入邊兩位好出色嘅 Flash 嘅 animator， 唔係即係嘅 chief animator， 即係佢哋全部公司入邊嘅 animator 啦 ，Flash animator 啦，同埋兩位 chief 嘅本田同埋阿布係，咁啊即係都係得到佢哋嘅努力先可以做到呢個效果嘅。嗰兩位都係西班牙嘅動畫師嚟嘅。嚇、啊！真係㗎？啊，空點啱唔啱？點解係嚟西班牙 ？Spain 嘅方ですか？そうですね。スペインから来てる。あ、そうよ。点解日本本身冇咩？はい。日本には。多分そういう技術を持った人はいなかったと思います。あ、佢覺得日本應該冇咁樣嘅人。都好嘅，國際合作，我覺得都好嘅。咁啊，咧，我哋俾啲觀眾，如果有興趣，可以做個 Q&A 啦，開始。係啦，大家有啲咩感，有啲咩問題，係啊，趁呢啲機會嚇。我隨便發問啦，各位先生。唔好意思，我其實寫咗三個問題，我可能有啲長，介唔介意？係導演你好，我係你嘅 big fans。咁其實咧，你最近嗰套《Devilman Crybaby》我已經睇咗啦，係非常之好嘅一個作品。其實我會今日再睇翻你第一部執演嘅。動畫電影咧，會發現你好多啲狂野嘅自由嘅畫面同埋用色風格咧，喺呢一部作品已經有一個基礎。咁去到最近呢一部《Devilman Crybaby》，其實都幾成熟下噶啦。咁仲試用咗用 Flash 嘅製作。咁其實我想知道你未來嘅作品裡面有冇更加多想突破嘅地方，就係或者內容啊、分鏡表現啊，或者構圖方面有更加多嘅突破。咁呢個係第一個問題啦。第二個問題咧就係。有啲咩突破係嘛？即係想喺未來嘅作品裏面有啲咩突破？唔好意思啊，有啲對唔住啊，唔好意思啊，各位。
りあのすごくさっき言ったのはそのワイドとかも、まあ、もうその時はもうあの生み出したというか、あの今のデビルメンマンの中にあのそういうワイドさ、そのあのすごくなんかさっきのクリエイティブなコンテンツも、まあ、成熟になりますよね、デビルメンの。であの監督これからあのどのあの今までやったことないことをぜひあのアニメ作品の中に入りたいとかやりたいとかそういうこともありますか？ああ今全然違うやつで、もうやりたい、これからやりたいこと、ああこれからやりたいこと、それあの入り込みたいこと、今までの作品をやったことないものを何これからあの挑戦したいとか。そうですね、なかなかこう作品を作っていく中で、そうですね、みんなに見てもらう、みんなが楽しんでもらえるものを、前のゲームを作った後に、自分では面白いと思って、周りにも面白いと言ってくれる人がたくさんいたんですけど、でもちゃんとできてないとかみんなが見れないっていう話もたくさん聞いて、みんなが見れるものってのはどういうことなんだろうって、みんなは何を映画に期待してるんだろうっていうのをすごく考えるようになって、どちらかというと変わったものよりよく見慣れたものを作ろうというふうに頑張ってきたんですけど、よく儀式感のあるものですか、なんか、でもこの間デビルマンで原作者の永井先生にお会いして、やっぱ永井先生の反逆精神というか新しいものを作ってやるぞっていうすごい強い意志を感じまして、やっぱりそういう作品が残っていくんだなっていうふうに思うと自分ももうちょっとそういうあまりおもねらずに、なんかみんなの好きなものに寄っていかない部分も、なんか新しいものを作るっていう意思ももう一回思い出した方がいいなっていうふうに、思いました。まあルーのようなあったかい作品を作っていきたいと思っていますが、チャンスがあればいろんな作品を作っていきたいと思っています。主要佢都系想之后都系做一啲即系令人睇咗会觉得有趣、会开心嘅作品咁样啦。即系例如《Mind Game》之后，佢会去思考究竟即系自己睇得开心、睇得有趣嘅作品，点样得令其他人都会觉得即系有趣咧？与其做一啲即系奇怪嘅，即系奇怪嘅东西，佢反而想做一啲即系会经常俾人睇到嘅嘢，即系同呢个世界有既视感，即系系咯，即系大家都会常见到嘅嘢嘅，即系佢会放翻啲常见嘅东西入去嘅作品入边啦，咁样。咁佢做 Devil Man 嘅时候，佢都见过原作者，系啦，漫画原作者，咁佢都觉得即系佢系一个好有強烈要自己做自己作品意志的一個人嚟嘅，咁都希望可以用他的動畫去表達一個他自己不同的一個咁樣嘅意志出嚟咁樣咯。好，我仲有第二條問題。次の質問ですが。唔好意思，咁因為我都睇過你好多執導嘅電影，差唔多全部睇曬。咁就好似你以前有執導過嘅《獸爪》啦、《海馬》啦、《四疊半》啦，同埋一啲。導演，你其實你有看過你一些訪談說你下一部作品會是想做戀愛題材的作品，其實你之前的作品已經有一些關於愛這個題材的一些探討，其實你你是不是還未探討完畢呢？關於愛這個題材，如果下一部作品你想探討愛的話，你想探討哪個層面呢？是，謝謝。監督的作品全部見ましたけど、いろんなインタビューもましたけど、次の作品は愛情感、ラブストーリー、
撮る予定がありそうで、もしかしたら監督さんはあのそれについて愛というテーマについてまだ探索あの切れないというか、まだなんか探索し続けたいというか探し続けたい。まあそうですね、あの基本的には愛の話を作っていきたいなっていうふうに思っていますね。まあそれはいろんな形で あるといいと思っています。基本的には環境が違ったりなんか生まれが違ったりしてあの考え方やなんかまあ行動が違っても、どっちがいいとか悪いとかではなくて、なんか理解できるといいなと思っているので、そういう相手を理解するっていうふうな、ことをテーマにやってることが多いです。まあ、恋愛もその一つだと思っていますね。はい、咁下一套系想做一个关于恋爱嘅故事嘅咁样，咁就即系。他不是想講什麼即兩個人的環境不同想法不同，即是他們兩個人都有環境的不同，成長環境不同，想法不同，行動又不同，即他不是想做一套作品去表現出這件事是好還是不好這樣的，他是想希望即在作品裡面去講一個關於即兩個人之間怎樣去互相理解對方的一個故事，他也都覺得戀愛是一件這樣的一回事情。喂喂，系，我想請教啊湯淺老師咧，我都係問一條問題算了。我最主要嘅問題咧，都係想問翻咧關於改編漫畫嘅問題。咁咧，我睇過其中一部好喜歡嘅作品就係冰崩啦，冰崩咁亦都係改編自我另一個好喜歡嘅漫畫作家松本大洋老師嘅作品啦。咁咧。就我想問下佢咧，因為我睇松本老師嘅原作咧，我覺得非常之好噶啦。咁但係我睇過啊湯淺老師改編個版本咧，就係多咗好多元素喺入邊，好睇咗啊，正令到嗰個作品。咁我想問下咧，但係我又發覺咧，佢做冰崩嘅時候咧，個畫風啊，尤其是線條啊、空間透視啊，咁其實都改變咗好多。我想問佢係基於咩原則咧，去決定去保留原作的一些元素，同埋基於咩原則加入佢自己的一啲創新咧？係唔同。我參考過的，original 的風格とか，それと原作の味をそのまま保持しているか、どうやって決めるんですか？基本的に人気がある作品ですし、作品の良さを出そうとして作品を作っていますね。基本的に原作リスペクトでやっています。松本大洋さんのピンポンは僕も大好きで、読んだ作品です。でもうすごくよくできているがゆえに別にアニメ化する必要がないと僕は松本大洋をやりたくないとずっと言っていたんですけど、でもまあ好きな漫画をアニメ化できるのはデビルマンもそうですけどいいことではないかなと思って、作っています。一回ここまでで一回ここまでで訳してもらいます。まだ続きますけど、仲有繼續我逆住先啦。就其實即係本身冰崩第一套好出名嘅作品啦，咁盡量當然係想將佢嘅優點去表現出嚟啦，而亦都對於原作保持有一種尊重喺入邊啦。咁佢自己都好中意，即係近乎到係覺得即係都唔需要有動畫嘅作品嘅啦。咁樣係啦，咁啊 ，Devilman 都係咁樣嘅情況。で原作をそのままアニメ化するっていうことが一般の人には分かりづらいと思うんですけど絵とセリフをそのまま言っても漫画のようにはならないんですね。時間も声も形も読んでる人が自分のイメージで読んでいるので、完全に原作漫画のままをアニメでやることは無理なことなんですね。
それなら漫画を読んでた方がいいんで、漫画は絶対パーフェクトなので、だから自分が作るときは漫画の違うバージョンだっていう意識で作っています。ピンポンっていう作品が何十回も作られていて、今回はこういう感じで作りましたよっていう一本だと考えていますね。というスタンスで作っていますね。咁其實即係大家睇一套漫畫作品嘅時候，可能會喺唔同嘅時間或者係唔同嘅狀況咁去睇啦。當然又都會有唔同嘅領會咁樣啦。咁啊OK。咁就亦都咁啊，當然導演去做呢個動畫嘅時候，亦都係將即係自己嘅一個 version 去了解。可能佢可以做幾十套嘅咁樣嘅唔同 version， 但係佢就係覺得嗰一刻要做一套即係就係一個咁樣嘅 version 嘅作品出嚟啦。咁樣係咯。咁但係如果即係大家要去想要一個即係 perfect 嘅版本，就梗係睇翻漫畫版啦。咁樣即係湯淺導演嘅呢一個作品就係一個。他自己嗰刻對呢個作品的一個演繹啦，咁樣。で、ピンポンはそんなに深く漫画を読まない人でも分かるような作りにしようと思いました。で、この人の作品、キャラクターのもっと他の部分を見たいなとか、この人にもっと活躍してほしいなって部分を足して、作っていますね。佢希望佢做乒乓嘅時候，佢係希望即係一啲唔係成日睇漫畫或者係好深入地閱讀呢個漫畫嘅人都會睇得明嘅一個作品啦。咁或者係佢導演會覺得有啲咩角色係覺得，咦，佢都仲可以再 come out 啲嘅喎，即係可以再出啲嘅喎，咁佢都會喺裏邊再加插一啲咁樣嘅元素喺裏邊嘅。導演你好，啱啱睇咗嗰套片咧，入邊對於成呢件事嘅描寫係幾令人印象深刻嘅。我想問導演你自己喺表演呢件事嘅時候，即係有咩特別注意嘅地方？譬如話分鏡嘅運用啦，同埋係要表達得具象啲定係抽象啲？如果表達得抽象啲，係用啲咩比喻之類嘅？或者自己會特別注意同埋傳達俾觀眾嘅地方，因為呢套片咧同埋你的其他片，譬如《掃帚》有邊，《掃帚》有邊對性嘅表現都幾特別，同埋令人印象深刻嘅，係同埋呢件事喺戀愛關係中，兩人關係中，你覺得係咩地位、咩角色嘅？係，唔該。我想問最後，你意思係咪話對於那個戀愛關係咩話？係，即係呢件事喺戀愛關係中係起到咩作用？你意思係性方面對於戀愛關係中係一個點樣嘅位置？係。恋愛関係の中の性の重要性ですか。それは人それぞれだと思いますね。僕のようにそれが一番だと思う人間もいますし、まあそれまでもっと精神的なものが大事だっていう人もいますし、それはバランスですね、だと思っています。精神的と、まあいろんなことがあります。精神的にある
とか趣味カルチャーとか趣味が合うって場合もありますでしょうし、あの性的にすぐつながるってこともあると思いますね。まあ、そのバランスは人それぞれなので、あのそれはまあいろいろだと思いますね。マインドゲームに関してはマインドゲームが一般的にあの恋愛の中でセックスっていうのは ある程度大きい存在だろうと思って書いています。半分はいかないですけど 30% 以上はある感じですかね。 40% ぐらいでしょうか。まあ、それはもう自分の感覚ですよね。感覚とか想像ですよね。もしあのみおんちゃんと西くんのラブシーンがありましたけど、あの見た人からめちゃくちゃ言われたらどうしようと思ったけど、思いましたけど、意外にみんないい反応だったんですごくほっとしました。首先他覺得在 Mind Game 這部戲裡面，即性和戀愛所佔的比重，性是都佔得很重要的地位，起碼40%以上都是重要的這樣啦。當然即性的表現是即不同的文化不同的即想法都會有所影響啦這樣。那些性的場面是怎樣想出來的？導演就是沒有我想像出來的，就是我直接想像了是怎樣，我就照畫回出來咯，就是這樣啦。即大家都可能看到 Mio 和 Amish 那個性愛的場面，大家都即覺得是即反應是非常好，他都鬆了一口氣。哎，你好，我是来自台湾的动画创作者。我想请问导演，是用什么方法在每个作品之中的每个角色都这么独特？是为什么创作就是每一个角色的造型为什么可以设计的这么好，然后用什么方法这样子，就是独特性。对，そうですね。まあ原作があって、で原作まあ脚本その行動をするためにはどういう性格であるべきかということを考えて、それぞれやっていきます。でやっぱりストーリーに合わせるためにキャラクターが動くのがあまり好きではないので、できるだけ、その人がその人らしくやるために行動してこういう結果になってるっていうふうに作品は作ろうと思っています。一回スクリプトを一回言ったら、一人のキャラクターを追って何回かやりますね。で、そのキャラクターとして筋が通ってるかどうかを見ます。で、それは多分今まで自分が見てきた人や、たちの様子を、多分こういう人ならこういうはずだっていうふうな、想像を付け加えながらやっています。で、基本的には、いい人悪い人っていうのを作らずに、この人はこういう考えでやってるからこういういい人と言われる方に行ってるとか、悪い人ではないのに悪い人の態度を取ってしまってるっていうふうな、ふうにいい解釈でキャラクターを作ろうと考えていますね。我是不是应该讲广东话？我讲广东话不如。其實即本身佢都有原作啦，這個動畫，所以佢嘅行動同埋即行動或者佢性格本身都有設定啦，但係佢都會依循住嗰個人究竟係應該點樣諗嘢咧，做啲乜嘢咧去考慮佢每一個人嘅性格或者佢設定啦。咁佢反而就唔會鍾意金玉古仔去諗個人應該去做啲乜嘢性嘅。咁佢都會憑佢以前見過嘅人嘅一啲
樣貌或者遇過的人去做一些咁樣啊，如果係咁樣嘅情況下，咁樣嘅角色應該會有一個乜嘢嘅反應咧？會有啲咩咁嘅諗法咧？咁樣即係佢唔係刻意想要做一個係乜嘢係好人，乜嘢係壞人嘅角色咯，即係依循住嗰個角色去 flow 咯，係。変な日本語ですみません、先生のファンです。あと個人的には先生の作品のテーマは、愛と自分の死者と思います。例えば、獣の爪とデビルマンのテーマは愛、あと、四畳半とかあとマイトケムとかのテーマは自分の死者みたい。そして先生は走るのことが好きですか？あと、テーマが愛の作品には特に走るのシーンがよく見えますと思います。先生はなぜ走るということを選んでそのテーマを使うことになったんですか？はい、愛ともう一つは何でしたっけ？自分らしさ、自分らしさ、はい、OK。我譯咗個問題先啊。佢就快譯啊，我跟住咧就佢話佢睇咗好多作品噶啦。咁其實佢都覺得導演嘅作品咧，大部分都係關於愛同埋呢個即係活得似自己，自分らしさ係咯，即係自己嘅 style 咁樣啦。咁但係個問題係話點解導演嘅作品裏邊咁多跑嘅場面嘅？跑日劇跑嗰只跑啊嘛，跑嘅場面係咪啊？導演特別中意跑呢樣嘢咧咁啊？そうですね。走るっていうのはすごくいい感情表現だと思っていて、泣いたり笑ったりするような表情よりも躍動的で力が入る動作だと、すごく映画的な。感情表現の動作だと思っています。佢覺得跑係一種非常之好嘅感情表現嚟嘅，即係與其笑或者喊，不如用啲躍動啲嘅方式去表現出嗰個角色嘅感情，會更加有電影感先啦。で、愛と自分らしさっていうのは、そうですね。基本的にはやっぱり正直に自分も言って相手のことも理解するっていうのが基本的にやっぱり理解する理解されるっていうふうなことをテーマにやっているので、そうですね、それが愛だったり、自分らしさだったりってことになっていくんだと思いますね。咁關於頭先講 Devil Man 嗰個問題咧，就係話即係其實佢唔係關於愛同埋即係嗰個活出自己嗰樣嘢嗰個問題咧，即係其實係。人都是以理解和被理解 的一個存在，所以其實是可能即是他表現一個命題的時候會令你會覺得那樣東西是愛和自己那樣東西，是即是其實他是想表現理解，即是人與人之間理解與被理解那樣關係。時間差不多 ，OK。哦 ，OK。不好意思，阿爺真係唔好意思啊。我都唔知道，我都唔知道啊。大家都唔知道，唔緊要。但係不過我有個結後喎，我有個結後嘅問題想講，想講咧就係咧，頭先因為有朋友講到性嘅描寫啦，咁我有啲感慨嘅。我哋香港動畫咧，其實從來都冇乜性嘅。雖然我哋睇好多 AV 啊之類啦，但係我哋就從來冇性呢樣嘢。有啊有啊，有嘅。嚟緊有啊，嚟緊有。咁咧就所以可能我哋即係我諗翻自己細個好中意睇動畫嘅時候咧，其實有一即係嗰部未必係一部動畫電影，我記得係 Alan Parker 嘅《Pink Floyd the Wall》入邊有一場animation， 就係講一朵花插入去另外一朵花入邊。係啦，咁細個睇嘅時候就覺得哇，原來動畫可以咁樣表現。即係性器官啦、性啦咁，嗰個係一個好大嘅衝擊嚟嘅。所以我其實睇佢嗰段 mind game 嘅時候咧，我好羨慕噶，係啊，我好羨慕嘅，即係佢又用性做咗一次想像啊。
即係呢個係我對呢條片入邊其中一個最深印象嘅場面咯，即係 My Game 入邊。好似我都有一個最後問題，好簡單嘅啫。啊，湯淺監督有冇睇過香港動畫？任何啊，ちょっとわからないですね。どれが香港のアニメかわからずに見てたの。究竟乜嘢係香港嘅動畫？実写映画はたくさん見てるんですけどね。香港點為之係香港？香港嘅 animator 啦，香港嘅動畫監督嘅作品咯，長片或短片啦。啊，我哋冇睇啦。但係，sorry， 佢都係第一次嚟香港，今次都係第一次嚟香港。咁我希望即係透過今次機會啦，就一個好好嘅開始啦。啊，我哋希望可以即係湯淺監督可以即係有機會可以喺不久嘅將來可以睇到一啲香港嘅動畫作品啦。因為香港都好多好出色嘅，尤其是短片啊，好出色嘅。咁同埋希望可以有機會，我哋香港嘅動畫師可以同湯淺導演有合作嘅機會啦，咁就最好啦。啊，唔係淨係西班牙先正，香港都好正。ありがとうございます。まだ香港あまり見えてないんですけど、やっと香港に来れたという感じでって、もっと香港のことを知りたいと思ってますね。そしたら自分も香港のアニメーションを作れると思うし、なんか面白い作品ができると思っています。其實我都好想更加了解香港，同埋都想做一啲即係如果有機會都可以做啲關於香港嘅動畫咁樣咯，即係香港題材嘅動畫咯，係啦。好啦，咁今日嘅即係。Master Talk 就到此為止啦，希望再有更多嘅機會啦嚇。咁我哋即係熱烈嘅鼓，熱烈嘅掌聲，多謝曾先生。Thank you very much。